がっております。この石橋を渡った先に四角い口が開いておりますけども、あそこを虹入口という茶室入り口になります。また茶室の中に障子窓が8つあることから、八つ窓の囲い、または八層席と申します。またこの石橋を渡り切ったところの右手方向は池の方に向いて石が8つ並んでおります。あちらは流れの潮ところが炉になります。悪いところはかまどになりまして、この滝が並んでいるところは流しになります。三角棚は水山で逆流したそうです。この作りを工藤構えと呼んでおります。簡単なお料理であれば、ここで訪れる客もいなくなり、実際に荒廃していたといいます。その時、二代として走るのがまだ13歳だったため、父だとついで力を再興するまでには約10年の歳月が必要だといいます。その後、二代として走るのは加賀藩主、前田利信さんと結婚されます。その加賀藩の財力を失うとして、荒れていた御所を再建の予定されます。まず、父親たちは一番右側の御所を接客の窓として使い、自分たちが日頃生活するところとして真ん中中心を統一されます。また、富士の上空を向けするために使いますが、一番左側の新御殿になります。
かとしたらこの気候がずっとあったかった12月15日までですよね。その頃は霧だと思います。はい、最近だんだんとこういう送りつけておりますから、はい。